ハローハー、皆さんこんにちは。星野リゾートサーフジャックハワイのあさみです。今日は皆さんにサーフジャックホテルゆっくりご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。サーフジャックハワイはワイキキの中心部に立つブティークホテルで、ミッドセンチュリー、1960年のサーフィングカルチャーをテーマにしたホテルです。スタッフはとてもフレンドリーで、ハワイ語で言うお花、まあ、家族という、そういうようなお花フレンドリーで皆さんをおもてなしさせていただきます。まず皆さん入っていただいて、目の前に出てくるのがサーフジャックシグネチャーのプールです。このプールの底には Wish you were here、 あなたはここにいたらいいのにっていうローカルなアーティストさんのメッセージが書かれています。このプールの周りでユニークなイベントプログラミングを行っております。例えば毎月1回開催されているサイレントディスコだったりとか、他にいろんなダンスイベント、またアクアズンバだったり、そしてナイトマーケット、こちらの方も開催しています。ロビー階にはホテルレストランマヒナー&サンズがございます。こちらの方ではローカル出身のシェフが洗練されたハワイの家庭料理をご用意しております。毎晩プールサイドでマヒナーラウンジライブといいまして、ハワイのローカルアーティストさんがハワイアンミュージックを演奏していただいております。こちらマヒナーサンズのレストランのお客様はこのライブミュージックを聴きながらお食事をお楽しみいただけます。アロハー、サーフジャックハワイのセールスを担当しております唐川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この後は客室をご案内させていただきます。まずはスタンダードタイプのワンルームバンガローをご案内させていただきます。ではどうぞ。サーフジャックハワイのホテルの客室は、まあ、一般的な客室らしくなくて、ノースショアのビーチ沿いに近くに立つようなサーファーズコテージをイメージした作りとなっております。なのであえて天井を見ていただくと、足の木をあしらっていたりとか、このように温かみを感じる木製のアートとか家具、あとはランプシェードなどが飾られております。客室の中にもですね、ハワイで活躍されるローカルのアーティストさんの作品がいろいろと散りばめられているのが特徴的なお部屋となっております。
日はホテルの紹介お楽しみいただきましたでしょうか。ホテルスタッフ一同皆さんのご来館を楽しみにお待ちしております。それではアローハー。